ソーダジャングルボス戦だけクリアしたことになってるの。フローズン大事、あ、一番最後に増えてる。初め見た時はなかった。あれ、あれだ、ミント諸島の2個目取ったやつセーブされてない。そりゃねえよダモさん。ネオの吹き替え版聞いてみたいな、わらわら。セーブされてねえ。取り直しだ、取り直し。そういえばここ2回目クリアした時セーブしますかって聞かれなかった。ルルルルルルルン、まさかの生き直し。米印みんなはちゃんとセーブしようね。よりによってこういう競争でスクロールのステージに限ってやり直しとか。コインの雨が。あえてこれ同じ状況でクリアしてカットしてなかったことにするか。このステージがつながったところで編集カットしとけばいいね。そしたら何事もなかったかのように続けることができる。せこい、わらわら。そういう小細工も大事なの。それが大人になるってことなの。荒木先生も言ってたでしょ。しまった、小さくなってしまった、バレてしまう。バレちゃうよー。逆にこういう大人のね、大人の小細工をバレないようにしよう。普通にこのクリアしてマップ戻ってきたところから取り直し。騙した人にコメントされたらどうすんの、わらわら。よし、取り直した。何かいいこと起こるかも。何が起こるんだろう。あれ、これさっき同じこと言ったぞ。さあて、あれ、大人には小細工が必要な時があるのか、わらわら。大人は嘘をつくのではないのです。ただ間違いを犯すだけなのです。有名な言葉だよ。はい、メモメモ。あ、こういう時に限って綺麗に抜けれちゃう。スター状態からスタートとかもうダメだな、これ。こういう時はね、大人は小細工をするんだよ。なぜかスターからスタート。でっか、マリオ3みたいだな、これ。小細工はやめだ。前後めちゃくちゃでも気にせずやってやる。おお、壊れない。これは壊れた。あ、普通のもある。あるのはいいんだけど、これこうか。これは懐かしの巨大クモコが出たっていいんじゃないのかって思う。これそんな、もう99期なんだけど。でもついやっちゃうんだ。まあこれぐらいやればいいんじゃない。マリオ力かね、わらわら。でっか、あ、持てないんだ、でかいから。フラワー、フラワー。
半端ねえ、わらわら。おらおらおら。おらおらおら。一つ目。いっそのこと999球ぐらいまで溜まるようにしてほしかったな。あれは叩いてるんじゃなくて頭突きなのかもね。これも多分壊れない。ここ入れそうな。入れない。ここが入れる。なんかこれでっかい甲羅で蹴ったら壊れるんじゃないかな。よっ、どうだ。ほら、で、入れるんだよ。頭がぐちゃってならないことを祈る、わらわら。せっかくできても、あんまり意味がないのか。まだ一つか。ここも倒さないと入れないってか。あ、倒しても入れなかった。逆にこの上のコインが怪しい。あ、入れた。クリボー危機一発。これクリボー踏んでこうだ。二つ目だな。よし、あと一つ。パックフラワーでかい。まるでもう人のみだこれだと。あ、ここなんか CM かなんかで見た覚えがある。こうやって蹴らいいんだっけ。気持ちいい。綺麗になったけど。あ、スターだ。順調順調超順調。とにかく行けるとこまで行ってから。てかもう終わりじゃん。なるほど、スターじゃないとこれ行けない感じかな。多分そうだな。じゃあ食らいながら行こう。スターじゃなくたって行けるってところ。見せてやるぜ。最悪バディでいけばいいやみたいなね。そういうことか。スターじゃないときついな確かにこれ。あわよとっつぁん、見せられなかったね、わらわら。命は投げ捨てるもの。どこだっけ入れるとこ。ここだ。今回はクリボーダメでした。やっちゃった。あー、危ね。ふう、ファミコン時代のドットレベルの回避を考えると楽勝だぜ。こっちに蹴っちゃった。帰ってこい。キャー、追われる。亀の化け物が。ちょっと時間を稼ごう。行くぜ。あー、ダメだった。頑張れ。お、これ難しいな。どの辺から飛んだらいけるのかとか。あ、スター使う機会が少なすぎて難しすぎる。しかしバディープレイに頼らないためには。やや、あ、厳しいな。やっぱスターないとダメか。
どっから飛べばぴったりなんだろう。最後に意外な難所、わらわら。これは難しい。だが負けんぞ。ここはちょっと待って。はい、もうちょい待てよ。我慢できなかったのか。またこっちに蹴っちゃった。スターをギリギリまで待てばいいんじゃ。あんまり待っても意味がないんで、どうせここで当たるから。むしろそんなことよりもどこで飛べばいいかって。ここだ。こう、こう、こうだ。オッケー。あー、最後なんか減速した。よかったよかった。きたー、やったー、きれい。さあ、道が分かれている。こっちに行ってみよう。こっちが2面、ドクドク沼のくるくる丸太の橋。そしてこっちが3面、イバラムシの住む森。まあ2面の方から。なんか入れた。すごい。なんか入れてすっごいびっくりした。丸太だ。ずっと乗ってると死ぬね。丸太ってかちくわみたいだもん。ちくわが刺さってる。ちくわしかねえ。わらわら、何に入った。1個目発見。これは鳥に戻れってことか。まさかのクリボーが乗っても回るスピードかなり上がる。怖いな。ほう、一応正規の取り方を見てからにしようか。こうやってこうやって全部直しといて、持ってまとめて落ちろってことかな。おいしい、ゴールデン。よし。あれ、ああ、そういうことか。先こっち壊しとけってことか。で、甲羅投げるといっぱい。ここ入れるよな多分。入れた割には実りが少ない。ワンナップ。マリオ億万長者計画変更中。もうとっくに乾燥してるっていうのかな。ちょっと悲しい。毒の沼地からコインが湧き出るだと。ここは天国か地獄か。なんか浮き出てきてる。すごいすごいすごい仕掛け。サントス、ゆっくり追ってきゃいいかなと。と、よかったのが下より上の方がいいんだよな多分。のこのこを投げ入れろとのお言葉であるか。お、伸びる伸びる伸びる水道管、伸びる水道管でありまする。明らかに左側に抜けれそうなところがあるんだけど、な、何の意味があるんだこれ。え、普通にわからん。こうか、こういうことか。中屋さんすげー。あ、これ隠しゴールかな。じゃあ
隠しゴールっぽい。隠しゴール？あ、隠しゴールだ。あ、すごい裏道に。すごいショートカットできるようになってる。じゃあとりあえず正規ゴールクリアしていこう。あの穴は何だったんだ。一度クリアしたステージはタイムアタックのような、ほぼスーパープレイのようなで行きたいんだけど、そこまでまだうまくないか。これは無理。無理なものは無理だからしょうがない。無茶しちゃった。これもう無茶だ。で、普通にクリアを。怖い怖い怖い。よっと、ちょっと届かない。もうちょっと手前だったな。まあ正規ルートで。まあ、行く前に右側も。イバラムシ。イバラムシか。イバちゃん元気かなみたいな。誰だイバちゃんって。いた、イバちゃん。結局ちくわの仕掛けは何の意味も持たなかったね。わらわら。くたばれイバちゃん。イバラムシか。恐るべき。よくわからん生物。倒せんのかな。もうちょっと待ってて欲しかった。ちょっと近いから死のう。明らかにあいつ踏んであの土管に入るだもん。命は投げ捨てるもの。イバちゃんと知り合い？実は俺もなんだよ、わらわら。近い暮らしの？イバちゃん知ってんの？イバちゃん結構ね、足長いよね、イバちゃん。よし。あ、せっかく命を投げ捨てたっていうのに、大したものないじゃないか。スターコン以外はいらねえんだよ。イバちゃん今日も伸びてんじゃん。イバちゃんちょっと足長すぎ。ここか。せっかく倒したんだから他のところも一応見とこう。明らかに何にもなさそうだけど。危ない。操作ミスイコール死と思え。よし、ここ2つ目。そして巨大化。自分で言っててなんだけど、かなりおかしいセリフを言ったよな。すっごい首伸びる。すっごい伸びるよ。操作ミスし、これ確実に踏める。心得ております。そういうことか。これは一つ一つにタイム制限があるんだな。全部でじゃなくて。このイバちゃんはゆっくりだな。待っとけってことか。多分イバちゃんはね、茨城ラブなんだよ。茨城大好きイバちゃん。茨城一番って歌歌ってるはず。よっと。
さあどこにした、一番下か。でもよし、あれ豆マリオだったら裏からいけるぞ。でもここ豆マリオ取れるようなやつあったっけ。なかったよね。でも福井出身、豆マリオ取れる場所なかったから。あー壁キックしちゃった。なぜわらわら。とりあえず普通にクリアすっか。イバちゃん、イバちゃんちょっとややこしい。シュウヤさんはすごいな。うちはイバちゃん待ってられない。わらわら。豆マリオどうしよう。あれあのイバちゃん何がしたいんだろう。とりあえずクリア。ああまたゾロめった。適当にプレイしてるだけなのに結構ゾロめるな。ちゃん友達だから。わらわら。どうしようかな。あのチビのとこ、これでちょうどチビもらえたらよかったんだけど。ファンの差し入れ。わら。友達だからか。なるほど。わらわら。よし、イバちゃん見送り。わらわら。とりあえずこれ使って行ってみよう。ああわざと中間まで行って死んでから使えよかったな。よっと、でイバちゃん無視していけるよね。だから気をつけないと。ここチビはきついぞ。よし、中間取ってでかくなったらビビるから取らないようにしよう。確か大丈夫だったと思うんだけど。びっくりした。後ろのクワバラの声優してた時もあったイバちゃん。おこっち来た。ここチビ取れるところがないんだけど、多分どっかにあるんだろうね。だいたいそのステージで取れるものだけで全ての謎は解けるようにはなってるみたいな感じはする。よし OK。さあ何が待ってるのかな。この前のやつでは取れないとこもあったよ。別に何も待ってなかった。わらわら。それだけ。わらわら。これでいかなきゃダメか。ストック1個しかなかった。豆マリオのキノコ使ってきたのに。どうしようかな。おごとわらわら。あえて豆でいくか。すげえでけえ。自分が小さいからさらにでかく感じる。今自分の小ささに驚いているところです。確保。死ぬ死ぬ。あ、ちょうど裏道に入ってこれたという奇跡。超奇跡が起きた。びっくりした。まさかの奇跡。すげえ。わら。すご。わらわら。あえて豆でいく。チャレンジャーだからな。
よし。あ、でも二つ目も無視しちゃってるのか。まあそれはしょうがないか。もともと取れるルートじゃなかったんだし。取らない。さすがミラクルメーカー集や。っていうかダメだこれ。ジャンプふんわりしてて回避が難しい。さ、普通に行こう普通に。ぷ、わら。さすがに難しい。まあここの裏の道は行かないっていうことで。ある意味これも強制スクロールみたいなもんだよね。通り道分かってたら余裕なんだけど。全部取れなかった。強制スクロールよりむずい。最後の一つが取れなかった。むずい。ちょっと待って、二つ目二つ目。ちょっとダッシュしすぎた。でも二個目も簡単な位置にあった。まあ問題ないかな。いけるいける。一番難しいことはわからないことで、そして一番楽しいこともわからないことなんだよな。次で言ってくれ。わからないがわかるになる瞬間が一番楽しいのかもしれない。わからない、知らない、小麦粉か何かだ。よし、今回はちゃんと全部ゲット。何くれるのかなこのステージは。まあ これだよな。わらわらで2つ目ゲットして、とそろそろ戻っときたいな。あー、中間上から降ってきた。それは予想外だった。予想外です。まあ失敗しなきゃいいだけの話。食らっちゃった。止まるのがまたいやらしい。止まった瞬間に足場が行っちゃって死ぬ可能性だあんのに。よし、もう終わりかな。怖い怖い怖い。もうちょいあるわ。わらわら。失敗しなきゃいいって言えば言うほどフラグが立ちそうで怖い。よし、大きくなれた。さらに裏は、裏はないか。さすがにもうここは倒すだけか。さあ今度はどんな魔法をかける。もしかして毒を振る。そして戦わずに死亡みたいな。ブンブンの方が毒で死亡みたいな。どうなる。でかくなる。おっきい。ラーメンおっきすぎる。ドーン。大きくなってもやることは同じじゃないか。マリオはナンバーワンなんだぜ。あばよ。開け。あれ、開かなかった。ただ攻撃面積増えただけ。わら。